一条と安のイケメントーク。イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。何もないで、はい、よいしょ。ということでですね、皆さんに残念なお知らせがありますわ。今日はこの3人でやっていきます。やっこい。一条レイいません。一条レイいません。の代わりにエースがいるからね。の代わりにね。そう、うん、紹介するわ。シープレイ一緒やから。シープレイ一緒やから。そう、レイいないんだよね。ミオジは一緒やから。なんか急にさっき連絡来て、ちょっと顔の諸事情により行けないということでね。え、俺も顔の諸事情なんですかこれ。いや、それはなんかノリが曲がっちゃったのかな。もう撮っていい、うん、あ、もう撮っていい、うん、いや、なんか恥ずかしいからやめとこ。いやいや、撮っていい、あ、撮っていい、撮っていい、うん、一応、じゃあ自己紹介して。あれ、イケメン、自己紹介して、自己紹介、自己紹介。じゃあ、焼きそばくんです。あ、焼きそば、どうも、焼きそばです。違うね。そう、焼きそばくんなんですよ。うん、顔の諸事情がね。そう、顔の諸事情がね。髪型が焼きそばなんだけど、ね、髪型が焼きそば、顔が焼きそばじゃないか。ああ、そう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 、焼きそばくん大事だから。そこ大事だから。ああ、俺も顔が諸事情だわ。どんなあだ名。いや、だってどう見たって髪型が焼きそばだから、これ見る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 。お、あの、こうやってな、こうやってやるやつな、こうやってやばいって、マジでやばいって。違うか、一条俺、まさかのバックレだからね、これ。ほんとに、前代未聞だわ。ハルさんとか旦那はどうしたんすか。あ、もう寝てるね。僕は欠席に。一応だってね、僕は欠席にさせました。僕らは、僕が出たい、僕が出たい。いやいや、一条レイトって書いてあるのに、どうしようと思ったら、こいつ一条だわと思って。うん、名前レイ、レイではないけどね。これはお前エースです。あ、俺はエース。まあ、焼きそばくんよ。焼きそばくん。どうも、焼きそばやねん。しかもね、こいつ目腫れてるから今。なんだっけ？そう、目腫れてんの。なんか、俺も、目の正常みたいなって。俺も目腫れてるからね、俺も一応。なのに顔の諸事情、俺関係ないからね、俺。当たり前やろ、その顔で顔の諸事情とほざくない。どの顔のね、どの顔のね、すごいよね。あと、影も残さ。影も残さ。影も残さ。影は残さないけど、光だけ残してるっていう。田舎から出てきたばっかり。あ、その通りです。あ、そうやんな。田舎じゃない、田舎じゃない、モンゴル。やつ、面白いこと言えるか。まだ、モンゴルから帰っていてよ。いや、誰か俺のモンゴルに触れろ。ケンピンは、ケンピンもね、多分寝てるね。今、多分出走してるかな、今。あ、出走してるか。ケンピン出走してるわ、今。出走じゃなくて。出走してるわ。出走してるわ。走ってる、走ってるわ。え、パンチパーマなの？これパンチパーマってこの髪型の名前なんなん？パンチパーマじゃなくて、あのパンチパーマの上の1個ニグロってやつです。あ、これニグロ。あ、これニグロってやつ。嘘です。パーマです。おしゃれパーマな。え、もうトグロでいいやん。そう、ニグロじゃなくてトグロでいいやん。トグロ弟でいいやん。そう、トうん、なんかうんこみたいな名前やめてもらっていいですか。ちょ、誰か誰か、もうええって。コメントくれ、コメント、コメントくれ、コメントくれ。しんどいしんどいしんどい。何こいつってなるやろ、ほんとに。ほんまやで。でも何、あの、ちゃんと藁がついてるってことは、まあまあ、あの、エースのことを受け入れてくれてる感じがある。あわやく僕もいないとこでしたからね。うん、まあ、みんな、そんな僕はいつから入ったのって、多分3ヶ月前からおるんやけど、出勤日数としては1ヶ月も見てないのね。あ、そうだ、バイトだからね、彼。そうそう、バイトなんですよ、バイト。リンリンになってんのは指輪。あ、そうだ、これ外さないといけないんだ。まあ外さないけどな、今日俺の鼻息な。なんでナイトチューブってみんなそんなローンワンズにうるさいの。イヤホンだから、イヤホンで見てるから。いや、わかんない、リンリンうるさいんじゃない。マイルドじゃない方ね。チリンチリンうるさい。あ、チリンチリンうるさい。うるさいよね、もう。いいのつけてるから、うるさいの、いいのつけてるの。俺何もないからね、ほら、服装貧乏やろ、見て、見て、見て。こいつ一人で喋らせとくか。いやいや、無理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 。うるさいしな。じゃあ、ちょっとあの、ヤスさん、ヤスさんからあの、重大発表がね。ないよ。ないないよ。ここまで引っ張っといて。あるわけないでしょ。引っ張ってもないけど。ないよ。ないでしょ。てかこれ背景がフェスタ東京になってるっすね。もうほんとだ。うん。え、じゃあ俺の顔にしとく。こんなんあったんすか。俺の顔にしとく。じゃあ、背景 ABC のベロにできます。ヤスは顔がうるさいって言われてるっすよ。顔うるさいよ、俺大体。いや、俺の方がうるさいやろ。こいつもお前は全体的にうるさいわ。なんか朝一出勤した時こいつの声聞くとイラッとするからね。すごく。みんなあのイラッとしに店に来てくれんか。
顔がうるさい顔がうるさい、やばいマジで。俺も顔の諸事情出てるわ今日。いや出てない出てない全然イケメン。いやいやいや、いやでも考えてみ、一人だから、一人だけヘアメしてるやん。いや俺も一応してる、俺も一応ほら俺準備いいからね。俺も一応してるんやけどな、うん、でも今日もこのロン毛で卒業だから。エースどこ出身？多分出身、生まれはあの兵庫の宝塚です。宝塚なんて場所あんねん。宝塚市です。すごいね。あ、エース顔性病、あ、絶対あれ店の人エース顔性病、うん、誰が顔性病、性病ですからね、こいつは誰完全に、全然でしょ、だって目性病やん、それ確かに、完全に性病でしょ、それで訓練したんちゃう、ね、うん、あ、じゃあ俺今日これで喋ろっか。あ、半分やったら多分いい感じの顔してるんじゃない、もしかしたら。あ、ごめん、あ、エラ張ってるからやめよう。あ、こっちやった、こっちか、こっちか、こうしよう、こうしよう、こうか。あ、なんか俺カバンこうこうやって、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 え、髪切るの？切りますよ、めっちゃ切りますよ。ちょ、こいつくらい切っちゃおうかな思って。で、待って、今ね、俺ヘアメしてないから帽子の跡ついてるからダサいね、うんうん、これでいく、あえて。あ、かわいい、かわいい。で、ちょっと金髪か銀髪にしようと思ってね、もうなんか、おとなしくなるのやめようと思って、わちゃわちゃしていこうと思ってね、やっぱりわちゃわちゃね、うん、わちゃわちゃホストとテンション、これだったらダメでしょ、やっぱり。まあ、もう、これでね、見た目から入っていかないと、やっぱり。うん、俺のするか。え、エース、キジレミになったら大変やね。そうだね、突っかかって出されへんな。エースのエース、どんな人だって。あ、エースのエース、どんな人かって鉄板で聞かれてる。鉄板、もうね、これ、みんなに一言言いときたいのが、エースのエース、誰もいません。焦ってない、エースね。あ、あ、あ、焦じゃないよ、焦じゃないよ、これエースだからね。エースだから、確かにこいつ焦ってんの。わざとか、なんで知っとんの。確かにこいつ焦ったけど、なんで知ってんねん。汗短くなったらどうか気になる。ああ、短くなったら完全に顔猿になる。完全に俺、完全に猿になる。やばいよ、猿顔やからね俺。汗ってつけたらこの真ん中にいる一応兵庫さんですからね。なんで知ってん、そうやで、ほんまやで。最初に俺が汗って呼んだの俺やんな。エースやいやいや、本物のエースだから。あ、そう、本物のエース、本物のエースが汗って言うの。確かに、エース売り上げいくらって聞かれてるよ。それは言われへん、それは言われへん、あ、ダメね、それは言われへん。そういうのね、あの多分俺も胸痛くなるし、俺の多分値段聞いたらリンゴ3つ分ぐらいちゃうか。おいしょ、うん、おいしょ。いや多分何おいしょって今福岡の柿が1個1万円ぐらいするんですけど、あ、持ったな、2000円ぐらいするんですけど。話長いわ、話長い、話長い。はい、一回止まって、一回止まって、お願い。企画あるから、多分企画あるないけど、やっさんから重大発表よ。多分企画あるから、ないけどやな、うん、やっさんの重大発表よ。ないけど、ないけど、ちょっとうるさいわ、うん、ねえ、うん、ケンピン愛せるって、ケンピン出てないわ、うん、俺今日静かにやりたいのよ。あ、今日まったり系ね。あ、まったり今日まったり系、いつも毎回な、お前らは分からんかもしれんけど、うん、俺ここ 100% で出てんねんや。いや毎回いじめられて、俺もしんどいわ。たまには休憩させてくれ。じゃあ俺のこといじめてもらってみず、全然、はい、ね、うん、エース人選間違えた。あ、エースじゃない、エースじゃない、エースだ。間違えたね、完全に。いや違う、間違えたって。あ、人選違う。あのね、何いなかったの、こいつらしか出れるやつ。絶対俺違うやんみたいな。ちょっと静かにして、今喋ってるから。オッケー、うるさいな、お前はほんまに。オッケー、行こう、ほんまにうるさいわ。行こう、あ、いい、あ、いい。あ、いい、誰、最高、これ最高。これもう俺好き放題やるから今日勝手に。俺やん、こっちに、こっちに。うちのケンピンどこ、うちのケンピンさんは今ちょっと調教されてますね。調教されてる、ね、好きな AV 女優教えて。はい、言って。はい、どう、あーと2211僕は小島みなみですか。誰誰誰誰誰、小島みなみ知らないですか。誰誰、もう、え、こういうの下ネタ OK なんですか、これ。いいよ、はい、OKOK、全然 OK。 もう、あの、僕、多分背景に、あの、どのね、このチャットしてる人たちよりもね、一番、あ、コメントしてる人たちよりもね、一番多く AV を見てる自信があるね。え、なんでなんで、うん、それはなんで、それはなんでか教えてほしい。もうそれはなんでかって言ったら、うん、それはなんでか、うん、言ったら多分、うん、世の中のどの人よりも性欲が満載だ。なんでなんでなんで、それはなんで、なんでかって、なんでかって言ったら、うん、もうなんだよね、なんで、もう毎日パギってるからね、パギって。え、しょうもないわ、言ったれや。 OK、 だからエス、言ったれ、言ったれ。何の自信の自信がすごい自信なんで、大丈夫エス、言っていいよ。どんだけかって、よう喋るやろ、よう喋る。お前は喋んな言われてんの、お前喋んなや、お前は喋んない。おい、だってナイトチューブで俺出たら、これこんな感じですよ、こうやって。え、さあないの、うん、そうなの、すごいわ。あの、こうやってな、お前家でも一人で喋ってる人、絶対テレビとかで突っ込んでるタイプやろ。はい、いや、今のおもんないわ、俺やったらこうするわって普通に言うすもん、俺。あー、おもんないね、うん、そのセットぐちゃぐちゃにしていい。もうぐちゃぐちゃやな、もうぐちゃぐちゃや、うん、元がぐちゃぐちゃ。あ、俺なの、俺の髪の毛なのね。そりゃそうや、あ、そうなの、そりゃそうやろ、うん、そうなんだ。おー、まあでも顔もぐちゃぐちゃやから頭もぐちゃぐちゃやでな。うん。
エスパキンナ、パキンナやばいよな。だ誰絶対髪パキパキ髪の毛どんまい。え、ヤス君好きな AV 女優とかいます？俺、はい、なんだっけ。自分のお客さん以外にしてくださいね。芝居だろかお前。あかんやろ今の。今のあかんやろお前。あれなんだっけな、エースもういいもん。なるせここみだっけ。なんかそんなような名前のやつおらんかったっけ。なるせここみ。あ、違う、待って、なんだっけ。なるせここみいます、います、いるよね、います。確かね、なるせここみは、まあ可愛いですよね。結構清楚系な、なんだっけな、なんか3文字のやつ、3文字のやつなんだっけな、忘れた。3文字、3文字のやつ、3文字のやつ、3文字、あ、あ、あの椿みたいな名前のやつ、椿みたいな、椿みたいな名前のやつ、なんだっけな、レイナ、違うな、椿なんたらとかなりそうだよね。ああ、そうだろうけど、誰？椿ではない。でも3文字 S って言われた。あ、違う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 。むちゃくちゃ可愛いっすよね、あの人。こう、すごかったよ、なんか。お嬢さん。なんか顔変わったっすよね。イエスイエスイエスじゃねえよ。アスタキララは、アスタキララ、アスタキララ、そういう名前のホストいるよね。そういうなんか、アスタキララマジックル系のね。アスタキララね。多いからね、そういうのね。全然知らない。もう知らないんだね。え、待って、流れてたけど、暴走族とかいたのって完璧俺に言ってるよな、これ。俺に、俺暴走族とかいたのとか言ってなんか言われてるんですけど、暴走族とかいたやろ、ショーミー。ショーミー、そうっすね、若干ね。なんかお前、しょうもないチーム組んでるやろ。しょうもないじゃん、しょうもないチーム組んでるやん。そうや、違う忘れとった。いや、暴走族じゃなくて、あ、アメシャ。あ、今何歳なのエース ?21 です。イェイ、21です。しょうもない、そうみだ。3ヶ月前にね、21になったんですよ。イェイ、21おめでとう、はい。誰か俺にチロルチョコ買って。なんで？え？21円、誰か言って俺にチロルチョコ買ってやる。うるせえなお前、ほんとに深い、マジで深い深い、ほんとに。オッケー、じゃあちょっと、ほら、なんでチロルチョコって書いてあるやん。俺もやっぱ不思議になったもん。いや、チロルチョコなの。汗黙らんかい、汗黙らんかい。汗やめとこうか、汗今日やめとこうか。やめろお前、ほんまに汗黙らん。あ、うん、やめろ、オッケー。うん、やすさんがなんか面白いことするってよ。お前、早いわ。触り適当やな、お前。お前、見た今の。やばいだろ、こいつ。好きなアメ車は、そうですね、今自分が乗ってるのは、クライスラー 300C っていう車。なんかわかんない、わかんない、わかんないよ。自分、ローライダーのあのチーム。何？何？21歳、パンチパーマ、性欲強め。あんた、うまいな。うまいな、あんた。あれや、あの、もう自己紹介、これからそれでいい、あの、初回とかさ、エースパールとさ、21歳パンチパーマ、それ強め、エースですね。21歳パンチパーマ強め。あれや、キャッチフレーズできたやん。あ、キャッチフレーズ。いいやん、決めてもらった。はい、じゃあそれを含めてもう一回、じゃあ自己紹介してください。あ、どうも、21歳パンチパーマ強め、あ、違った、パンチパーマ強めだけど、パンチパーマも強めだけど、パンチパーマ強めだけど、めっちゃおもろい。あ、21歳パンチパーマ性欲強め、どうも、エッセーどうも、あ、待て、初めましてが入ってない。あ、初めまして、もう一回最初から、最初から、もう一回、そんなに完璧に噛んでるから、ちゃんと行けよ、どうも、あ、どうも、初めまして、21歳パンチパーマ性欲強め、んー、エッセーです、お願いします。乗ってない、乗ってない、乗ってないけど、空の上見てる。どうぞ、ちょ、あれか、あれか、どっちだ、1カメか、2カメか、うるさい、これが、どっちでもええねん。お前はカメラ気にすんな、ボケ。確かに。画面見て喋っとったらええねん、お前は。こっちか。確かに。めっちゃコメント来てるよ。初回の挨拶決まった。エースの性欲処理は誰でやってるん？汗中二病。それはさっき言ったあの AV 女優やろ？そうですね。小島みなみとこの。なんだっけ AV のさ、なんかさ、好みあったやん。なんかこういうもので抜くみたいな。ああ、だいたい潮吹きか、そうですね、もう潮吹きか、もうビアク CM 見てください、ね、CM 見てください。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク、イオンインク。
経験者大募集。もう本当に、一応ね、はい、ということで、一応告知だけしとこうか、告知だけね、一応ね、明日から3日間、うん、周年記念ということでね、周年やります、わっしょい、よっしょい、はい、1日目、僕が倒します、わっしょい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 、一応ね、はい、それだけです、はい、それだけです、はい、しゃべっていいよって、どういうこと、しゃべっていいよって、どういうこと、何を、何、あ、周年か、なんかさっき、なんで性欲強いみたいな話になったじゃないですか。それで本当は俺はこいつが自分が童貞っていうのを自分から言ってほしかったんですけど、この見た目でこいつ童貞だったから、ね、俺は言わず、だって自分に火になるじゃないですか。いやそれがメリットやん。いや、メリットだってチェリーやろ。うん、チェリー、まあまあチェリーやけども、まあチェリー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 ボンボン、オッケー、ちょっとカバーカバーカバーよ、カバーカバー入って、え、後ろにヤスいるの、 CM 入ります。入んなよ、もういらんわ、CM 入らんわ、入らない、 CM 入らんわ、逃げるなよ。お前自分で言う、ガー言っといて、なんか壁に当たったら逃げるよな、お前。そういうとこよくないで、だいたいね、だいたいなんか都合いいやつなんだよね。2日目がケンジ君でしたっけ、一条霊だね。あ、2日目が一条霊で、何するかは分からないけど、3日目がケンピン、まあまあ的な、そう、そう、ね、うん、そうやね、うん、タワー行こうか、タワー行こう。え、エースは何でタワーするの？エースは、そうですね、うん、だいたいちょっとみんな多分ペットボトルって最後まで飲みきらない派だと思うんですよ。多分1ミリ、2ミリぐらい飲まずにこう置いてみんな捨てるやつやと思うんですけど、筆下ろしどんな子がいい？オッケー、オッケー、うん、筆下ろしどんな子がいい？筆下ろしね、やばい、あ、あれ、筆下ろしはそうね、断蜜、俺断蜜と石原さとみが大好きだから、どの顔で言ってんねん、どの顔関係ない、好みは言うでしょ、好みは言っていいでしょ。いや本当にどの顔で言うと、なんか人権ないやつみたい、なんか人権ないよ、人権あるでしょ、なんでやねん、なんで、そう、エースバケモンの子じゃなくて、なんだっけ、そう、かわいそうな子、そう、誰かコメントしとる人でさ、誰かコメントしとる人でさ、化け物の子って流行ったやん。で、あれは、あれはアニメやん。で、俺が主演でやるから、かわいそうな子っていう映画作って、誰か。はい、おもんない。誰か。おもないんかい。おもないんかい。疲れた。疲れた。お前タワーできるとしたら、チリチリな髪の毛だけやろ。ええ、無理。ええ、そう。性欲溜まってるから、全然自分の性欲だけでタワーできるやん。確かに、ね。楽勝やん。だって。それ注ぐときどうすんの？いや、普通にもうこの、上からこう、こうやってこうやって。ちょ、おもんない、やばい。ごめん。はい、ごめん。はい。あば、まあパンチパンは強みだし。はぁ、そりゃそらる。そりゃそらるわ。ごめん。ごめんなさい。間違えた。間違えた、ちょっと酸欠でも裏でも一生酸欠言ってるのに喋り続けるよな、喋り続けるよね、アホなんかな。エースは何営なの？何エース？営業、オラエ、どっちかっていうとこう、うるさい営業、笑え、パンチパーマ営業、パンチパーマ、パンチエパンチエって何？パンチエ、パンチエって何？パンチエ、パンチエ営業、パンチエ営業か、そうね、パンチエだね、殴る的な感じ。いや、違う、どっちかというと殴られる側ね、普通ホストやめればやめればどういうこと、拾ってもらったのね、俺は安さに俺はホスト始めた理由はこの安さんに拾ってもらったのに、今聞きました、もう見てる方がもう証言人です、やめろみたいな言うたすからね、遠回しにね、早く腕下ろししてくれる人見つけようか、うん、だってそうやな、見つけようか、まあでもいなくはないんだろうけどね、まあ、怖いんだろうね、え、なんで緊張してんの、いや、チキってんの、いや、みんなでいるときに女の子、エース踊って、エース踊って、踊ってね、あ、こっちか、いつももっと強いやん、いつももっと強いやん、可動範囲、可動範囲、しかもこっち行ったら消えたしな、今ちょっと、あ、消えてなかったわ、大丈夫か、座ろ、ヤスが連れてきた、そう、この二人俺の紹介なんで、入ったのがね、お店に、そう、実はね、そう、だから今画面越しでこれやけど、もし
もう生で見たらもっとおもろいからね。あ、拾ったのか人生ミスしたのか、やかましいわ。あるでしょセンス、センスあるでしょちゃんと踊ってほしいって来てるやん。ちゃんと、いや違う、あ、店に来てくれたらもうちゃんと踊ったら、ほんまにいざそういうことになったらマグロになりそうなエース。なんでマグロやん、なんでマグロ。逆にめっちゃ会えれたら嫌やけどなやってる時にあー言ってたらやばい。あの、兄てんてんのやつですね。え、あれ、じゃあ、兵庫さん行こう。兵庫さん行こう。兵庫さん行こう。何、兵庫最高、兵庫最高、兵庫さん、兵庫さん行こう。兵庫さん行こう。兵庫最高って聞いた。俺何を行けばいいの、俺何行けばいいの。兵庫さんってめっちゃ声出してそうやろ。え、だっていつもあれやん。ほら、見てみ、ちゃんとヤスに尊敬するんやでって。いや、もう、いや、マジでしてます、毎日。毎日まず起きた瞬間、ちょ、待ってヤスさん、すバカにしてるやろ。して、全然、一もしてないですよ。一応、いや、俺と兵庫さんで、まだいいよ、こいつはまだ。いや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 、本当に俺と兵庫さんで、いつもは本当にヤスさんの下で働けてることを、まあ本当にもうここを誇りに触れて聞いたわ。ノリ悪っ。お前だって基本お願いします、無視や。いや、無視して、いや、あれはあのもうお客さんの少なさすぎて、もう LINE 返すの必死で、俺が話の内容が少ない LINE 返さなきゃええやん。いや、すごい真剣に一文一文考えてんですよ。ヤス背小さそう、小さいっすよ僕、めっちゃちっちゃい、162ぐらいしかないんで。そういうこと言う、悪い子ね、悪い子ね、悪い子ね。ほらもう身長、エース愛してるって、愛されたよ、やったよ。エース愛してる、あ、嘘、エースフルス。いや、まだギア1やでこれ。まだ1、ギアセカンドも入ってないから、セカンドも入ってない。ちなみに5まであるからね、5まで。うん、今エンブレかけてるから、エンジンブレーキ今一応ね、エンブレ。エースそのうち売れそう。あのね、ちょっと聞いて聞いて聞いて、俺が入りたての1日目とか2日目とか、あ、エースお前売れそうやな売れそうやなってこう言われてて、もう3ヶ月経ってるからね、3ヶ月、うん、1日目2日目でなんかちょっと嬉しかったの俺ね。ファイト、あ、間違えた、ファイト考えやったね。オッケーオッケー、兵庫さん行こう、兵庫さん行こう。ねえ、いきなりギア5入れてる。あ、知ってます、この場も一緒で1から 5速まではダメなんですよ。走力、そう、だから、なるほどね、そう、だからある程度坂道だったら走るやろ、5入れても。まあ坂道だったらスピード出てたらですけど、だから俺も一応やっぱもう1、2、3、4、5で行きたいんですよね。5まで、2回って言わないで、はい、1、2、3、4、5まで行くんですよね。ごめん、ごめんね。ちなみに俺が悪い、あ、そう、ごめん、ごめんね、うん、本当に、本当に、うん、エース指名して、指名してあげて、ぜひぜひ、指名、指名、うん、指名、指名して。エースさ、指名してくれたら、うん、ナイトチューブ見ましたで、初回来ました、あ、もう指名してくれました、うん、どうする、どうする、今エースさん、この子に対してどうする、うん、あ、今エースと、あ、何するか、うん、何、え、じゃあ逆に何してほしい、逆に死んでほしい、あ、死んでほしい。それ以外で、半殺しまでのお願いしていいですか、半殺しまで。あの今日月全部飲んだろうかな、演奏中、やばいやばい、ほんまに、ちょ、やめ、あ、そういういじりやめて、なんか恥ずかしくなって喋れんことになるから。お前は誰に向かってこうやってたの今。確かに。こうコメントに、コメントに向かってね、コメントに向かって、そういうことね、そういうこと、そういうこと。もう本当に本当に、いや、何が今日一番辛いかって、イケメン、イケメン誰みたいな感じやん。いやいやいや、メンタルはイケメンでしょ、完全に。メンタルはね、メンタルイケメンでしょ、メンタルはね、確かに、メンタルは、勘違いしない、イケメンでしょ、エース、勘違いしない、勘違いしない、いくよいくよいくよ、もう一回いくよ、イケメン、イケメン、焼きそば、焼きそば、あ、確かに人間じゃないから、まず、あああああ、分かった、じゃあ、決めた、はい、自己紹介、あ、自己紹介、えっと、性欲、あ、違う、21歳、性欲パンチパーマ強め、性欲、あ、違う、性欲強め、エースです。オッケー、アフター枕付けでしょ、メンタルイケメン、お姫様抱っこだって、お姫様抱っこ、やす、枕営業、さあ、枕営業だね、枕しかしないもんね、枕しかしないね、どちらか初回の子にいらっしゃいませんで枕するもんね、とりあえず来る前だから、来る前だから、もう来る前にやってるから、身分証提示してる時にバッグでついてるから、やってるからね。だから最近あれなんですか、あのカウンターのお客さんなんか揺れてんすか、こう最近なんかこうやってなんか、おもろくないです、どっちか出たら、どっちか出たらまあ面白い、あ、エースイケメンで来てるよ、あ、エースイケメン、うん、あ、あの思ってないから大丈夫よ、あ、嘘、ごめんごめんごめん、なんかしけたしけた、やばい、助けて、同じ麺は麺でもね、うん、まあ、なんか本当に同じ空気を吸ってるのが不快だわ。俺もうやめようかな、
同じ空気吸うの。だ、誰か酸素マスク持ってきて。ヤスとやりたーい。ヤスとやりたい。おーいいね、おぉ羨ましいわ、そういうの、そういうの羨ましいわ。ちょっと疲れた。ラーメンイケメン僕焼きそば、それダメだわそれダメだわ、それダメだわ。それよりさっきのあのパンチパーマン性欲強めがね、うん、あれちょっとベストだね。あれまずキャッチフレーズにさせて。だってそれあれやん、うん、今日から使うっしょ。今日から使います。この後の営業からね、うん、だからあれくれた人はもう本当に漏れなくあのこの全然洗ってないヘアバンドあげる。あげちゃう。あげ、オッケー、滑ったー。え、お前ヘアバンドなんか使うの？俺、あの、これパーマ、あの、風呂入った後、こう、結ぶんですよ、こうやって。え、かっこいいじゃん、それで着ねやん。絶対それかっこいいやん。いやいや、絶対、絶対ブサイクっすよ。え、クローズみたいになりそうやん。いやいや、あの、あれっすよ、あの、小栗旬はクローズみたいに、そんな、チーム組んでない。別に、しょうもない、うん、しょうもない、しょうもない、しょうもない。え、なんだっけ、これなんだっけ、これ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 、クローズなら雑魚キャラ、もう当たり前やろ、当たり前やろ。この顔で出演したらもう視聴率 7% ぐらいやからね。でも100人中 7人見てたらすごいですよね。オッケーオッケーじゃあ洗って、あ、洗おうか、洗おうか。でもちょっとグリシュに似てるような、だって。あ、でもそれよく言われる。お前似てる芸能人誰なんやお前。確かに最近言われるのが、最近っていうかあ、じゃあ初回とかで言われるの何？生ゴミとか。生ゴミ誰かな。しかも生ゴミの中の何？何？え、焼きそばの腐ったやつ。ああ、なきにしろもあらずみたいな。噛んでるし。え、さ、綾野剛に似てるじゃんって完全にいじられてるよお前。何？綾野剛に似てるじゃん。綾野剛に似てる？あ、嘘。絶対絶対違うけどね。多分それ画面越しに見てて若干明るいからあの見えてるだけで。か、魚に似てる、確かに魚に似てる。あーね、兵庫お前トーテムポールの真ん中とかにそうだよ。今思ったわ、画面越しでディスリ、うん、ディスリ。あ、カワハギ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 ね。この角度で見たらカワハギかもしれない。うん、角度でジャミな、カワハギ。うん、角度でね、この角度で魚や、まあ、ということでね、今日 A ちゃんの紹介をね、したかったからね。そうだね、そうだね。ありがとうございますね、どうも。これでね、ありがとうございます、どうもね。みんなに顔が売れたんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、多分次回は、今日神回一条レイとかも出ると思うんで、うん、はい、そうですね。今日はね、うん、今日で最初です、ね、じゃあ最後に自己紹介して。あ、どう、ね、21歳パンチパンは性欲強め S です、お願いしまーす。そむいてビクビクして手はつかめないような方を歯食いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持て、女子供養いこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。強くなれ強くあれ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。